はいね、こんなでっかいのが届いてます。めちゃめちゃでかいのが届いてますけど、これをね、ちょっとね、下ろしていきたいと思います。大丈夫、でかいからしんどい、はい、無事下に下ろせました。じゃあ、今回ね、また後ろ見えますエブリ関係のね、ものの紹介なんですけども、このデカさ、はいね、梱包されてるサイズね。から、2m3.5、ね、2m4 ぐらい高さね、高さとか長さがね、130、1m30 ね、7センチのね箱が届いています、はいね、今回これを購入しました。これね、はい、ライドフィールドっていうね、ところの、キャリアです。ルーフキャリア、ね、待望のルーフキャリアを手に入れました。サイズの方が 2000×の、1250、ね、で重さがね 23kg あるっていう。ちょっと他にねまだね、部品があるんで、そっちの方ちょっと紹介したいと思います。ちょっとねもうあらかじめ車の中に乗っけてるんですけど、こちらね、はい、こう重たいの、これをねちょっと開けていきたいと思います。もうね9月に入ってだいぶ涼しくなってくるかなと思ったんですけど、全然暑いですね。よいしょ、めっちゃ重たいですね。品番がこうかな、はい、200×125 っていうね、まあ取り付け用のステーですよね。それが今ねこっちも、これ自体もねかなり重たいですね。少なくとも10キロ以上は、取り付け説明書で、1、2、3、4、5、6、7、8 ね、こっちが1、2、3、4、5、6、7、あ、これも8だね、88ですね、はい、全部ね88っていうことは多分足が4本あるってことかな。結構ねいっぱいこうなってます、はい、で取扱説明書ね、ライドフィールドルーフラック K30 っていうやつですね。一旦向こうのルーフラックも出してからちょっとね詳しく見たいと思います、ね。じゃあこっからが、一旦付け方を見ないと分かんないね。ヘッドゴムカバー、ホルダーとかなんか中心点マーキング、はいはい、マーキングか、なんかないかな、
かんねえな。大体この辺ってとこか。ここだな。ここが中心だな。横からやればいいんだ。前からだとちょっと遠すぎる。とりあえずセンターを止めて、でこっちもセンター止めなきゃいけないね。これは見るからにこれが真ん中だよ。よし、はい、OK。でセンター出しして、センター出し中心点決めました。マーキングをした。次はやっぱりなんかいろいろあるやつを出していきます。薄型ナット、多分これのことだね。あとは似たようなやつないもんね。薄型ナットが1箇所につき2個。このボルト、丸1のボルトがどのボルトだかわからんからね。図のように最初の装着されてるネジを取り外します。六角一本入ってるはずなんだけど、ちょっと見当たらないから、いいか、自分の持ってるやつ見せな。ね。これを外せる。高さはいいんだけど、ここの幅がさ短いから、ここ指でこう入れてると、これがさうまくはまんないんだよ。ここはまって取れちゃうよ。あ、来たかな。あ、来た。8箇所あるっていうことは、それだけね、十分乗っけてもボディにかかる負担が分散されるってことか、安心ですね。なんかめっちゃ慣れてきてる。すんごい早かった。早っ。
うまくなってる。うまくなってる。はい、ここまでは取り合いで、で今ね、この下台の足が少しつきました。ちょっと巻き込みを切れてたね。これはね、この足の部分か、これ台をカバーする、これを使うんですけど、なんかね、各サイズごと用でね、あるみたいだね。各サイズ用で、一番長いのが8本あるんだよね。これが多分、他のやつ使わないんだよね。1、2、3、4、5、6、7、8、これで全部あるんだね。まずスクリーンアップこれでしょ。スクリーンアップとあと何のやつですか。これが8本ですね。使うのはこれを使うってことかな。で、これとこれが使うやつでしょ。短いボルト、そうね、16本入ってるんだね。こいつがまず1、2、10、11、ちゃんとカバーだね。16あった、うん、これでまず2組必要で、でさっきのこれとこれが1組、これがまず1組がこのとこかな、こうかこういうことかね。そうだね、これはあれかな、もしかしたら仮止めじゃんか、後でガッチリ1回抜ける前にやった方がいいのかもしれない。今片側が全部ね、全部暫定的に仮止めだけど。うん。ね、足が全部つきました。あとは最後にこれで締めるというと、外側から挟み込んで。ね。じゃあ、とりあえず。とりあえず一旦ね、こんな感じで、もともと入っていたね、このビニールはね、ちょっと、ね、ボディのね、ちょっと傷つかない守る代わりにね、一旦置いてあります。あとこの上にちょっと木かなんか軽く引こうかな。よいしょ、抜けていかなきゃいけないんだけれども、幅がね、うん、違った、うん、どうですか。うん、なんとかつきました。
夜までかかってるです。涼しいね。うん、そうね。熱帯夜とか真夏、本当の熱帯夜は無理だった。はい、ここまでまだ暑かったからあるんだけど、ね、軽く閉めてただけだから、全部完全にきちっと閉めてるじゃん。まだ10センチ、15センチ、こんぐらい余裕あるから。ここはね、うん、じゃあそっちも入るから、ね。よいしょ。はいね、一番ね、この足の最後のね、今8本ある足の最後の足締めをしています。よいしょ。ね、はい、じゃあね、とりあえず、ね、足が全部ついたんで、次はね、もうあとはね、ここにカバーをかぶせて、でカバーでここのね、アノドイドレールを挟んで終わりなんで、それを8箇所やったらね、終わりになります。昨日のね、こういうね、ちょっとこういうところね、保護する保護シートがあるんで、まあ一応、まあ、なんだかんだ言ってあんまりね、中古なんで、中古の車で傷あかん車なんかいらないかなと思ったんで、ちょっとこれをね、貼っていこうかなと思います。サイズがちょっとでかいかな。だから貼んない方がいいか。うわー、なんか難しい、やめた。されてるみたい。ね、なんかね。でもね、多分もう汎用品だから、うまくつくか分かんなかったんだけど、貼ってみたらあんまり綺麗に貼れなさそうだったんで、もういきなりね、このカバーをね、はめちゃいます、こっちは。あ、バシ入れるんだね。うん、入れますね。あと、ちっちゃいコミも入れるんだ。うん、全然。使ってなかったじゃん。全然なんかいらないパーツだと思ってて、いるパーツだったの。この部分にこの短いやつをはめるんだ。本当だ、なってる。このゴムを貼って、でこのこれにロックワッシャーを入れて、普通のワッシャー入れて、あとはそのまんま。こんなもんで、まあ、とりあえずね、これを8箇所やっていこうかと思います。はい、ということでね、だいぶね、時間がかかってしまい、だいぶ暗くなりましたけれども、なんとかね、このルーフキャリアつけることができました。念願のね、ルーフキャリアつけることができました。でね、一応ね、こう見てもらうと分かると思いますけれども、まあ、なんとかね、なんとかギリギリ高さもね、大丈夫、はいね、ちょっとね、ここね、うちのあのこの駐車場のね、高さがね、こうルーフキャリアをね、選ぶ上で非常にネックだったんで、まあね、ライドフィールドというね、メーカーのルーフキャリアですけれども、もうちゃんと天井ね、ぶつからずに、入って、なんとか一安心です。はい、じゃあね、もうこの後ね、駐車場にね、閉まっていきたいかなと思います。
高さ的にね、大丈夫は分かっていたんですけども、そうは言ってもね、結構内心ドキドキですね。天井ね、当たっちゃうんじゃないかとね、ちょっとビビりながらちょっと入れてみましたけど、ちゃんと天井ぶつからずに入りました。はいね、うちの天井なんですけれども、全高がね、2m10 の、駐車場なんですけれども、こんな感じですね。 2m10 の駐車場に、こうね、ちょっと暗くて分かんないかな、はいね、隙間感こんな感じ、だいぶ暗いね、だいぶ暗くて見えないね。またね、今度ね、また改めて明るい時にね、ちょっと映そうかなとは思いますけど、一応ねこんな感じです。はい、ということでね、まあいろいろ、途中で、ありましたけれども、まあ、無事、作ることもできましたし、念願のね、ルーフキャリア、ね、駐車場にもちゃんと収まりましたし、あとは、この上にね、乗って、写真を撮るっていうねの目標に、あとはね、まあ、この後目標は次はね、リアラダーですね、このね、ルーフキャリアにね、登るのに、まぁ、ちょっとはしごとかでもね、しばらくはいいんですけれども、まあ、できればね、なんかかっこいいリアラダーをね、背面につけたいかななんて思っています。いやー、すみません、ちゃんと収まってよかった、ね。立体駐車場、こんな感じでね、ね、うちのエブリ君が収納されていきますけどもね。本当良かったですよ、ちゃんと収まってくれて。はい、ね、昨日はね、ちょっと車庫入れをね、暗いところでしか撮れなかったので、今日ちょっとね、明るい時間にね、またこの車庫をね、天井の隙間をね、ちょっとね、動画撮ってみようかなと。はい、ね、私のこのね、愛車のエブリですけれども、もともとね、購入時に、一応4インチリフトアップということでね、スプリングで、車体を上げられた、ものになってまして、で、ここのね、駐車場が、2m10 なんで、まあなんか、こうね、こういういかついね、ルーフキャリアとかを乗っけたら、もしかしたらこう立体駐車場にね、入らないんじゃないかっていうね、不安が非常にあって、でそこでね、なんか入りそうな、ルーフキャリアをね、ずっとネットとかで探してた結果、見つけたのがこちらのね、ライドフィールドさんのね、ルーフキャリア、こちらの方を見つけ、購入することができました。はいね、まあ、2m10cm の、ね、駐車場に出るとだいたい感覚的にね、こんな感じですね。が一番多分狭そうなところで、こんな感じかな、はいね、原骨1個2個分ぐらい、原骨1個半分ぐらいかな、はい、一番幅の高いところで手を大きく広げられるぐらいかな、ね、こんぐらいの余裕があるんで、まあ、もしかしたらね、あとね、5センチ10センチぐらいだったら、なんかあのここにね、さらにこのバケットみたいなのを、ね、追加しても入るんじゃないかなって感じですけども、はいはいね、駐車場から出るときに、ね、この建物のね、このヘリですか、ここがね、非常にこう、ね、同じ高さなんでね、ぶつかることないんですけども、まあ、ちょっと気になるかなって感じだったんですけども、まあ、ここも無事クリアという感じです。こうね、むしろこっちの方がスレスレかな、ね、この防火のねところとか、結構ね、こう駐車場出入りするこうね、ところの屋根の方がむしろスレスレな感じで、ね、はい、まあでもね、こういった感じで、まあ、なんとかね、この立体駐車場をね、自宅の駐車場に車をね、収めることのできる、ね、ルーフキャリアをね、見つけたまま、収められるルーフキャリアが見つかったのは非常にありがたいですね。はい、で今回ね、購入しているのはライドフィールドさんのね、ルーフキャリアで、2000ミリなのかな、はい、2メートルのね、
ルームキャリアです。で、足の方がね、これね、あの、Amazon の、広告というか写真で見るとね、足がね、3本、支えてる足が3本だったんですけども、実際届いたのがね、足、4本足のやつがね、届きました。ね、4本足ということは、こうね、車体にかこうね、重いものを乗っけたりね、自分がこの上に立った時とかに、車体にね、かかる荷重が分散されて、ね、より、こう重いものに対応できるという感じで、4本足、しかもね、見た目かっこいいですよね。3本足はね、2本足、3本足はよく見かけるので、4本足はね、ちょっとごついですね。非常にごつくてかっこいいと思います。ね。